ルビー、火を絶やさないように気をつけろよ。オッケー。はあ、ま、これで朝までは安全かな。ルシア、疲れた？いいえ、どうして？いや、さっきからずっと黙ってるからさ。ヒーロー、一つ聞いてもいい？さっきの曲のことなのだけれど。曲？あ、これかい？ヒーローってば上手。あのね、これはアルテナ様が大好きな曲なんだよ。アルテナが？ああ、もっとも僕が集めてきた伝説や伝承の中でそういう風に言われてるだけなんだけどね。そう、この曲をアルテナが。アルテナ様は歌の女神様でもあるんだ。いつも素晴らしい歌声を人々に聞かせてくださってたんだってさ。そしてみんなはその歌声に励まされ、苦しいことも辛いことも乗り越えたんだ。そう。ルシアはどう思う？この曲。え？私は好きかい？それとも嫌い？わからない。私はそんなこと考えたこともなかった。ヒーロー、もう一度あの曲聴かせてくれないかしら。あ、いいよ。何か温かい。これが私の知らないアルテナの力なの。でも、あれ、ルシア？ルシア寝ちゃったよ。疲れてんだよ。僕らには何も言わないけれど。もうヒーローにもたれかかっちゃって。まあいいわ、今日だけは許してあげる。僕らも休もう。おやすみ、ルビー。おやすみなさい、ヒーロー。女神アルテナ、彼女はどうして伝説になってしまったんだろうか。アルテナ様が歌っていた歌に答えがあるんだろうか。僕たちに一体何を伝えようと。もしもあなたが戸惑い傷つき道を見失っていても恐れないで。震える小さな心、でもそれこそがたった一つの本当の力、奇跡を起こす魔法の力なのだから。さあ飛びなさい、青き空へ、遥かな旅へ、新しく生まれるために。